とうとうね、流行語大賞。ああ、もうなんだノミネートが発表になりましたよ、<う>今日。今年一覧が。終わりだ、はい、俺の夏は終わったもん。夏ってなる夏は終わってるよ夏はや夏はみんな終わってるやもう。<laughs> えー、2015、新語流行語大賞ノミネート。 50! 安倍関連多すぎるんだよな。何も安倍さん、そんな流行ってねえだろ。あのー、国民の理解が深まっていないって、何この文章ねえ、すごいよね、これね。これいるんだったら、ポンポコの理解が深まっていないって言ってい言わてもよかったんじゃないかと思うんだよな、ポンポコの理解が深まってない。 で、ええ、爆笑問題、大田公安、ポンポコ商事はですね、えー。55にはノミネートされておりません。ね、そういう記事があるんですね。<え>これはリアルライブという、配信の記事がありまして。爆笑問題、大田公安、ポンポコ。二千十五年、流行語大賞、候補五十にノミネートされずって記事なだよ。<laughs> 10日、2015ユーキャン新語流行語大賞の候補55が発表された。お笑いコンビ大田光が考案した造語、ポンポコ商事は、残念ながら、ノミネート外となり、年間大賞を受賞する可能性がなくなった。<laughs> 昨年、所属事務所の後輩、日本エレクトル言語のダメよダメダメが、2014ユーキャン新語流行語大賞の年間大賞を受賞。後輩の快挙に対抗心を燃やした大田は、2015年こそ、流行語大賞を狙っていた。ラジオ番組爆笑問題カーボーイでは、たびたびポンポコ商事と 相方の田中裕二がタレントの山口萌衣と結婚した際にはポンポココンと命名するなどメディアに猛アピールしていた <laughs> 確かに。<laughs> 確かに。この記事が出るだけでもすごい,すごい,いや、それ嬉しいだよ。えー、ここまでちゃんと、リアルライブの人ええー。なってますよ、ここまでは説明してくれるのは嬉しいけどね。えー、ねもうちょっとずだっと前からいろいろまあね。あ、でもね、前からね、この発表する前も僕なんかの記事で、やっぱそう見ましたけども、今年はあのー、そういうこう、笑い芸人のやつもね、ラッスンゴレライとか、 あったかいんだからとか、あともう安村のね、安心してください。入ってますかま確かにね、だから。あるけど。ダンソンが入ってない時点で。<うん S 2> そうですね。そりゃポン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 ションななそうですね。いな,ないよな、<はい S 1> やっぱりな。そうですね。お笑いはだからラスンゴレライとあったかいんだからと、安心してください。この3つはもうノミネートされておりますからね。だから100位ぐらいまで <うん S 1> ノミネートやってくれりゃいいんだよな。うん 100位でね、どうなんですかね、そこだったら入っていたのかどうか,でか、ね。だからさ、安倍さん関係が多すぎんだよ、キレ、安保関係が。まあね。切れメないとかさ、アイムノットアベとかさ。ああ、アイムノットアベね、あったね。1億の活躍だろ、ね、あそう、1億総活躍ね。ねうん。かけつけ経路。う孫、ん、立危機自体機。全部安保関連だよ。レッテル貼り。 そうだよ。早く質問しろよとか。早く質問しろよね。早く質問しろよなんか別に流行語にしなくてもいいじゃないよ。うん。安倍政治を許さないもそうだろうん。戦争法案。まあね、戦争法案とかこの辺はまあまあなんとなくね、いろいろ聞いたけどね、もう多すぎるね。多すぎるんだよ。うん。 自民党感じ悪いよ、ね。必死だよな。石橋茂。立 <laughs> 国大賞取りたくて、安倍さんも。いや,いやいやいや。ね、<laughs> 安倍さんが取りたくてやってないから。俺ぐらいから。るやいやいやいや、そんなや、そんな別にこれやりたくて、<laughs> 取りたくてじゃないから、これ。 で、やっぱ、五郎丸がさ、突然来てずるいよな、ずるくはないでしょ、別に。そういうもんでしょう。あいつもな、ね、絶対流行らそうとしてねえ。してねえわ一生懸命ラグビーに <laughs> 打ち込んできて、人生をかけてラグビーをやったんて。いやいやいや、取りたいもん。<laughs> <laughs> やたらアピールしてたもんな、ね。アピールしてないでしょ、試合でまあずっとやってたんだよ。でもテレビとか出てもあんま言わない、言わないっていうか、やらないからね、あの人ね。 いや、試合でやれば十分です十分じゃないわ。そういうことじゃない。十分だよ。いや、だから別にろうとしてるわけないでしょ。ずっとやってんだよ。取りたくてしょうがない。取りたくてしょうがなかねえよ。ラブライバーですよ。太田さんのあの、ライブライブ好きでしょえ太田さん、ラブライブが好きなんでしょいやー。あ、好きじゃないの僕はあの、あの花です。まああの花はね。でもあの花は入ってないんで。そういえばだからそこはおかしいよね。まあでもラブライブのが確かに。まあラブライバー。あんでねあ、んあ、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  おさの好きなカのそんじゃないでま <laughs>、うん、まあまあねでもそ俺が流行らせてまあまあ、太田さんがじゃないけど、いわゆる太田さんみたいな、今までね、そんなに知らなかったけれども、紅白とか何だかそういうので、こう、ばっと知って、あいポンポコないよ。ししポンポコない。ポンポコないってな、<前>今初めて聞いたよ。<laughs> もう何なんだよ。10ゲームの中に出てきそうだし、ポンポコ女子とかさ。安心してください。ポンポコ、うるさいな。正直ですよ、とか。もう全然です。ポンポコロ、もう俺今、ポンポコロスだな。ポンポコロスってなるポンポコロスって。今、ポンポコロス。入ってなから、ポンポコロス。だ今、俺、今わかってるよ。ポンポコロスなんだから。分るじゃねえだろ、 <laughs> 入ってねえからじゃねえよいや。入ってないからポンポコロスなわけでしょいや、そういうふうに合いで言ったんじゃねえだろ。だ <laughs> ごまかすんじゃねえよすぐわかんないごまかしてんじゃねえいや,いやごまかしてない。ごまかしちょびただな。えー、<laughs> ひとつきちょびたも早い。入ってな、ね、<laughs> いう、ね。えー、エンブレム入ってんだね。 エンブレムは入るんですよね。うね。うん。白紙撤回ね。北陸新幹線とか入れてどうすんだよな。でもあれ今年の,ーのスーパームーンだって。スーパームーンね。スー,ー,ーってさ、月<ー>だぜ。<laughs> <laughs> <laughs> そって現象じゃねえか、ただの。<laughs> 自然現象、ねね。いや、だけどほら流行ったり、みんながスーパームーンってね。確かに、最近では言い出したの、なんとなく。 うん、ねあの、みんながよ一部の人は言ってた。何やってんだよくみつるはよ。いや、俺びっくりしたのは、テロに屈しないって話。これはなんだよ ?911 の時に。こんなずいぶん前から言っててな、今年イスラム国のやつでこれはなんかもっと前だよな。テロに屈しない。い政治が多いね。ほんとに。うん。うん。祝祝とね。マイナンバーとかそうだな。あー ね政治多いね。政治五輪。まあ、シールズもそうだよね。いや、マシャ、シマシャロス。マシャロスはな、なんだかなぁ。マシャロスは入ってもおかしくないでしょ、そりゃ。だから、カブリコンがジュニアがダメだったな。それ、そう絶対ね。カブリコンが入って。被り込んもダメ。そうだ、そうだよ。ねまあ、火花はな。ただ、火花はまあ、売れたけど、リュイトルだから、ね、とかじゃな。いからね。<laughs> そうだよね。 あ、結果にコミットする。まあ、これはまあまあわかんな。ライズアップなんだけどね。ねうん。へえ<ー>んー、これどうしようかな来年から。もうね、ねプロ彼女だって。ね、ノーマチ。ノーマチミネコ。ね。公安ね。これは確かに、今年聞いたね、プロ彼女、ね。プロポンポコ。だからさ、まずポンポコが流行ってない<ン>そんなに。彼女。ポン <laughs> 彼女 <laughs> なんだよ、この彼女。ポンポコ彼女。ええー。ポンポコ彼女いや、だ、もうさ、僕さ、もうポンポコは <laughs> もうポンポコは焦った方がいいよ。本当に。え、もう忘れなきゃいけないんいや、いけないっていうか、その来年に向けて行くなら、<laughs> いや、お前なんだよ、その指導者の立場になるんなんなんだよ、お前、そのすぐ指導者の立場になるさ、感じ。<laughs> いや、だ、俺はほら、一般の、 なんか代表としてみたいな感じですよ。一般の人として、例えばほら、あ、それはちょっと言いづらいからあんま流行んないんじゃないでい,いや、だってドラゲないなんて、ことがあるわけだから。うん、まあね。それはね。なそれはまあありますよ。うう浸透するまでにまだ、ええ。なんつうのかな。そういう時間が、国民の理解が。深まるまでに。深まるまでに、まだ。まあそういうことありますよ。 ルーティンになるまでに。ルーティンがっね。ルーティン入ってるけど。ルーティンって俺ムカつくんだよな、昔から。ルーティンって。ルーティン。ああ、ゴローマルじゃしょうがないけど、それは本当にルーティンなんだろう。ルーティンなんでね、なんていうやつ嫌なんで。あれだろなんか、朝スタバでコーヒー飲んで、なんか会社行って、これをやってみたいなね。俺らいルーティンだからよまだそんな聞いたことないよね。ハロウィンとかさ、ああいうのないんだね。 まあね、もうもうあやもう定着しすぎちゃって。ネットフリックスみたいな、ああいうさ。ああ。なんか俺そういうのが入るのかなと思ってたんでね。あの、なんつうのそういう。SNS とかネットとか、ね。あの、インスタグラムインスタグラムって例えば去年とか入ってもないのかね。あんまないね。そっか。インスタとかありそうだよね。うちかなと思って確かにネット関係があんまりかもしれないね。こうやって見るとね。ああ、そうだね。へえ。 おわはら就活って何終われ、ハラスメントって何ああ、就活のあれか、時期がね。うん。最初に内定を出した会社。うん。ああ、最初に内定を出した会社が、学生に向けて、もう就活は終わってくれと。もう内定出したんだから。終われ、終わハラスメント。ハラスメント。おわはら。おわはら。チャレンジチャレンジって何東芝問題。 チャレンジチャレンジって今更お前、チャレンジなよお前、これ。いくらなんねほんこれはこれは、ちょっとあれだな。ちょっとオバマ的な感じしますよチェンジみたいなね。なんかね。うん。まあ、オバマのは本当にあれだけど、チャレンジはさ、何チャレンジはそんなに話題になってないね。当初は問題はまあね、そっちは確かにね。 うんなんであれ、薬味つるはさ、そういうのさ、ゆず聞かせないのいや、<laughs> <っ>知り合いだよね。俺俺だよ。ああ、青津さんね。<laughs> うん。ああ、だ、青津さんの時かってるよね。もうだから逆に、もうどんどん離れていくと思うよ、薬クさん。こういうことうなんだろあそういうの嫌いだとか。なんかこう言われたから、選びましたみたいのに思われたらううあ、じゃあもうそれ不正だ。ええ。ええ <laughs> <laughs> それは不正だな。それは、だって、もう全然。それはもうバランスない。バランス感覚がない。いやいや、知らないよ。それはもう、どう言ってか知らないけど、ポンポク不正って何なんだよ。それはもう、ポンポク不正だ。何でも、何でもポンポクつけやがって。えー、約さ、どう、なんだろうね。収蔵とかさ、いいじゃねえか、もう。あ、でもほら、払ったからね、カレンダーが。 だから流行ったのはもう、なしにしようよ。いやいやいや太そういうだ。田さん。そういうもの。もうこれ、誰っ全部のらないや、取りたい人の熱意とか流行じゃない。そんなこと言っ取りたい人の流行にしようよ、これは。取りたいかなきゃダメだよ。流行したかどうかでしょ。ゆうきゃん。ゆうきゃんは。ゆうきゃんは、そういうことしなきゃダメだよ。いやいやいや、そういうこと。流行ったものを言うだけなんです、これは。言ってみればゆうきゃん。 ユ敢キャン男。これどうだどうだじゃねえ。かなりすり寄ってるけど。すり寄ってるよね。インバウンドって何インバウンドってほら中国の。海外から日本へ来る観光客。そうそう費で儲れの消費で。こと。ああ、そういうこと。爆買いとじゃあまあ関連してるわけだよね。そうそうそう。あ、刀剣女子。刀剣女子ね。あの、刀の。刀の。はいはいはい。だから艦隊、 なんとか入ってないんです、逆に。かんこれ。かこれは。艦隊コレクションね。うん。うーん。あ,ーあごくいなんてもう随分古いよな。あごくいはそうだよね。もうさ壁丼は。なんていうの、あごくいは流行んなかったよね。うん。その壁ドンの。壁ドンのも、あれなんかだったらあげ、うん、あごくいだとだからあごくい別に。いらない。そう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 、あごくいはね、いらない。いない。この別に誰もさ、 傷つかない。傷つかないよね、これなくても。うん、うん。そはそう。ょっとここにポンポコクイをさ、入れとけちょっと待って、それはダメでしょ。俺も初耳だし、お前も初耳だし。あごポンポポコ。ねえ、あごポンポコって何なんだよ、もう。下流ポンポコとかさ。え下流ロポンポコチャレンジだったんだよ、だって俺のは。俺のはじゃねえよ。俺のはってなんだよ、はあ。ーん。上級国民。フレネミーって何知らない。 フレネミフレンド、エネミーの造語。友達ぶってあ,あ、<う>フレンドは友達、エネミーは敵だから、友達ぶっている敵。陰、えー、では悪口言ってる。フレネミー。なんかちょっとな,なこれはあんまりだなうん。フレネミーは、だって使ってるやつ聞いたことないもん。 フレネミ。ー聞いたことないね。まあ、あ若い世代なんだろうけどね。いや、そう思わしといており若いやつも大して言ってねえような気がするけどね。うん、フレネミ。ーなんかどっかのの自民党感情悪いよねって、あの、石破さんが石破さんの。うん、石破さんも狙ってきたな。狙って、ね、<laughs> 狙ってはないでしょ。うんうん、はぁ。見苦しいよね。 何がですか安倍さんとか石破さん。いや、だから狙ってねえよ。え別にう。取りたくてしょうがない,い。取りたくてしょうがなないから。<laughs> いっ。あのー、もしこれ、たとえ受賞しても別に安倍さん表彰式も来ないと思うし、さすがに総理大臣ね。それ自民党の誰か,か,かでも確かにこの記事は本当で、えー、あの、もう、メディアに猛アピールしてたってさ、えー、本当にあの、ここのところもう、はい、もう、ケツに火がついた感じで、えー ねいっぱい出るたんびに言ってました。よね。あの、この間日曜日ね、我々生放送でフジテレビの、あの、日本の大問題っていうね、やりましたけど、その時も。そこでもね、散々言ってましたからね。何の脈絡もなく。そうですね。本当にね。俺とか見苦しい、本当に。見苦しい。おとに撮れないって。どういうこでれないどころか、ノミネートもされない。ノミネートもされないいや、ま、ここに入ったら、あ確か大したもんですよね。 と、だ五十もう0あんだからさ、一個ぐらい別多めに見てくれたっていいじゃないよ。うん、毎年そのセリフですもんね。うん、言,っ言ってる。何なんだろうこのユーズの機関は。ウィンウィンだろだいや、ウィン。別にウィンウィンじゃないと思うよ。う太田さんはウィンだけど、<あ>ユーキャンとしては別に。ウィンウィン。ユーキャンだってさ、特にウィンだよ。別対処くれとは言ってないんだよ、ユーキャンに。うん ノミネートに入れといてくれりゃ、俺が、その、旅行大賞のネタとか、これからどんどんやるわけで、勇気は万歳とか言うわけ <laughs> それこそお前はただ強いい。だけだ,、ね、<laughs> だから、それはさ、やっぱり。なんだ、裏工作みたいなもんだもん裏工作じゃないよ、それは。 ま、表で言ってるからっていうのはあるかもしれない。おかしいでしょでもそんなの。そこで選ぶのが。いや、でもそれぐらいのさ、したたかさあっていいよ、言うキャンも。で、その、大人なんだから大人だよ、大人だから。大人の事情で取らせいや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 、大人の事情おかしいだろう大人の事情ってあんだいやいや、だから大人の事情はないから、別にそこには。別に。それで変ンテコリになるのが出てんじゃん。まあ、だからちょっと首ひねるのは毎年ありますよ。だからそう言われるぐらいだったら、 それは俺かばうから。他の全部。<laughs> ね <laughs> そういう世間からの声があった場合、俺全部かばうから。いやいやいや来年。いや、いやそれかばうからもおかしいでしょ、そんなの。それも変でしょ。もう、それは本当に公平な立場というか、ねちゃんと冷静に判断して、これは流行ったねとか、これはどうなんだろうっていうのを言った方がいいですって、そんなの。 全然流行ってない。なだよ。フレネミ。フレネミねえ、まあ、これは確か流行ってねえって言ってる太田さんは誰も見たくないから。見たいよ。見たく、見たくなくても見たくないことをやってやるっつって。ええええええ <laughs>